攻め連携は影を潜めたが、新技遠線画での連続技が強烈なジョニー。ワンチャンスで勝負を決めることのできるキャラだ。リーチの長い技に構えキャンセルを合わせて使い、相手を固める連携が非常に強力。固めを嫌って飛んできた相手を撃墜する前Pも優秀だ。あとはミストファイナーのレベルごとに連続技を使い分けよう。それが俺の名だ。バカにしてるのかね。デバインブレードのフォースロマンキャンセルも混ぜれば完璧だろう。それが俺の名だ。最近髪が伸びてさ。バッカス祭が相手にまとわりついている間は、このミストファイナーがガード不能になる。神髄を見せてやる。足元シーンだ。相手の浮き上がりにバッカス祭を重ねてガード不能を迫るのが勝利の方程式。その起点となるバッカス祭を重ねる指導パターンがこれだ。見せてやる。もらった。神髄を見せてやる。その後のミストファイナーからこのような連続技を決めることもできる。それが俺の名だ。立ち K をガードされたら、そこから低空遠線画でしゃがみガードを崩していこう。下段の選択肢は足払いか、レベル2ミストファイナー下段が有効だ。神髄を見せてやる。ミストファイナーは惜しまず使っていこう。神髄を見せてやる。足元しっかりやる。遠線画はダウン復帰可能技だが、1段目だけ当てた場合はダウン復帰不能になるのだ。ガトリングの組み合わせを考えればロマンキャンセルなしでも狙うことができる。このようにうまく遠線画の1段目のみを当てることができれば、着地して置き攻めをしたり、さらに連続技を決めていくことも可能だ。それが俺の名だ。ちょっときた。もらってほしいんだ。神髄を見せてやる。レンジャーに行く。それが俺の名だ。
もらってんじゃねえかよ。